ロー君、見て見て。あれがライオコット島、別名サッカーアイランドね。ついに来たんだな。第5章、ついに来たサッカーアイランド、これが世界の舞台だ。
つけた。俺の財布返すっす。そこのお前だ、危ない。なんだ今のシュートは。はい、これ君のなんだろう。ありがとうっす。この辺りは泥棒が多いんだ、気をつけた方がいい。それじゃあ。誰だったんでしょう、今の人。Thank you.
ゴッドハンド！ほう、面白いことをやっているじゃないか。おじさん、誰ですか？タイヤを相手に特訓か。今時そんなことをする奴がいるとはな。このタイヤ特訓は俺の原点なんです。これでいろんな必殺技を身につけてきたんです。必殺技？じゃあさっきのゴッドハンドとかいうのもか？はい、あれはじいちゃんが残してくれた技なんです。あの技とじいちゃんが俺を世界へ連れてきてくれたんです。全部じいさん頼みってわけか。え？お前さんはそれでいいのか？俺自身のサッカー？ちょいと難しい質問だったがな。ま、せいぜい頑張るんだな、そのタイヤで。なんだあの人、何が言いたかったんだろう。じいちゃんの技は俺の技だ。これが俺自身のサッカーなんだ。だから俺はこいつで世界の頂上まで行く。はあ！あれが遠藤守だ。あれが守る。Thank you.
ティアインターナショナル開会式が始まろうとしています。大きな花火です。ついに始まりました、フットボールフロンティアインターナショナル。ついにここで少年サッカーの世界一が決定します。この大会の決勝戦の舞台となります、ここナイオコット島タイタニックスタジアム。現在フィールド上では世界各国のダンサーの方々により応援のダンスが披露されております。なおこの模様は世界同時中継でお送りしております。お、そろそろ選手たちの入場のようです。守る、いよいよですな。ああ、この開会式は私の計画の始まりの儀式でもあるのだよ、ヘンク・タッカー君。
探したぜ、フィディオ。すいません、遅れました。ま、守くん。彼が稲妻ジャパンのキャプテンですね、冬香さん。はい。守くん、その格好。やっぱり泥だらけになっちゃいましたね。遅くなってすみませんでした。構いませんよ。花は遅く咲くほど美しい。ご挨拶が遅れましたね。はじめまして、ナイスオブクイーンのキャプテン、エドガー・バルジナスです。俺、遠藤守る、よろしくな。それでは皆さん、パーティーを続けましょう。ゆっくり楽しんでいってください。そうだ、エンド。パーティーには清掃をしてくるものだよ。それと、人と握手をするときは手を清潔にしておくことだ。では。Thank you.
Thank you.
いざ戦場にだな。
行くぞ！
行くぞ。お前の頂上への第一歩だな。今何か声が聞こえたような。まさかあの人は。
人との試合が迫る日本代表。ところがミスター K の陰謀によってもう一つの戦いが始まってしまう。次回ミスター K の罠、友情の共同戦線。お前がミスター K？